オランジュのローマ劇場とその周辺及び外旋門は南フランス北竜図圏の町オランジュにあるユネスコの世界遺産。特に劇場は他の都市の同種の遺跡に比べて保存状態が良いことで知られている古代劇場とも呼ばれる。1世紀アウグストゥスの地聖下で建造されたものであり、1951年に3.55メートルのアウグストゥス像も発見された。 この像は現在はもともと置かれていた場所と推測される壁岸に収められている。この劇場の収容人数は8000人から1万人程度だったと推測されている。4世紀には劇場は放棄されて廃墟となったが中世には防衛拠点としても用いられた。1825年からはプロスペルメリメの発案による修復計画が着手され建築家。 シモン・クロード・コンスタンディュフルに委託された。1869年からは、毎年夏に、芸術祭が開催されている。当初、ローマ祭と名付けられていた祭りは1902年に、コレジーと改称され、現在に引き継がれている。劇場周辺の劇場地区からは、祭壇が発見されている。オランジュの外線門オランジュの外線門は、かつてのアグリ一パ街道の途上に、 紀元前20年頃に建てられたものである。古代劇場や原始庁舎のある区画からは少し北に外れた場所にある。刻まれたレリーフの中では特にガリア人とローマ人の戦闘や戦利品などが描かれた北面の保存状態が良好である。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。